イージーカム、イージーゴー、キホの基本。リスナーの皆さん、こんばんは。ご機嫌いかがでしょうか。パーソナリティのキホです。この番組は読書がそんなに好きじゃない私キホが、読んだことのない本を、あれこれ手に取り、リアル読書感想文をこれから発信していくというラジオです。NRS ラジオから発信しているこの番組、YouTube、Apple や Spotify などのポッドキャストでお聞きいただけます。はい、寝落ちよし、作業 BGM よし、あなたにぴったりの聞き方で最後までお楽しみください。というわけで、ですね、今日は43回目ですね。43回も本を読んでいるのか、だらだらとまだ10冊も読んでないですが、ゆっくり読んでいけたらなと思うんですけど、今日ね、雪がやばいんですよ。やばいっていうのは、自分の体に積もるんですよ。歩いてたらなんか向かってくるっていうか、私が向かってるのか雪がこっちに向かってきてるのか分かりませんが、自分の体にめっちゃ雪が積もってきて、まあ、凍えながら電車に乗って、で電車に乗ったら乗ったでなんか遅れててみたいな。あ、収録日ですね。収録日は今日は2月17日ですね。はい、そんな2月ね、2月でも雪降るんだ、へーみたいな。すごい寒い日本になってき、なってきたというか、でもなんか個人的になんか嬉しいですけどね。地球温暖化がやばいみたいなめっちゃ言われてる中で、ちょっと雪が降ったりすると、あ、日本大丈夫かなとか思ったりとかして、ちょっと嬉しいんですけど、わかりますこの気持ち。逆にどういうこと？温暖化やけん降ってるってことですか？あんま良くないじゃん、雪。あ、そうなんですね。じゃあちょっと違うかなみたいなね。でも雪降ってて嬉しいんですけど、まあ温暖化ね。あれです。SDGs の YouTube を見て、なんかいろいろここの駅ビルの皆さんも SDGs に関する講演会とかに参加したりとか、ね、板書で参加したりとかされてますけど、改めて YouTube で見て、オンライン講演会みたいなのを大学からもらった URL で見て、最近ステンレスのストローを買いました。自分もやっぱカフェでアルバイトしてるのもあって、なんかホットの時はまあカップと蓋みたいな感じだけど、やっぱアイスだとストローがあって蓋があってカップがあってストロね、なんかいろいろあってみたいな感じで、やっぱそれだけ自分もプラスチックを提供するし、自分も使っちゃうなっていうのをすごく感じて、でハイプラ問題、私海外輸入のおもちゃとかね、ビーズとかそれこそめちゃくちゃ大好きなんですけど、まあ、それもよく考えてみたらプラスチックなんで、まず、趣味じゃないところ、なんか衣食住の部分で減らせるプラスチックどこかなって思って、ちょっとステンレスのボトルとステンレスのストローを買ってみてて、で今家で使って、家でっていうか学校とかではもうそれ使うようにしてます。学校でいつもポプラがコンビニが入ってるんですけど、なんかポプラのコーヒーとか学校のカフェのコーヒーとかも、あ、ストロー大丈夫ですって言うようになりました。ストロー大丈夫ですって、あ、ストロー大丈夫ねって言われるようになってきたんで、これからもちょっとストロー持ち歩こうかなって思ってます。というわけで、関係はあまりあるのかないのかって感じですけど、ディズニーの本もこれから読んでいきたいと思います。リアル読書感想文。このコーナーは、少しだけ本が苦手なキホが少しだけ本を読み、少しだけ感想を述べる、少しも無理しないコーナーです。今週も、引き続きディズニー掃除の神様が教えてくれたことを読んでいきたいと思います。先週までは、第1話っていうお父さんと娘の感動話、まるで本のような本に書いてある話をただただ読んでしまったんですけど、まあそれだけですね、あまりにも現実味がなかったのかなとか思ったりして、ちょっと自分で放送を聞いても苦笑いみたいな回でしたが、今週の話もですね、は逆に結構現実に近い意外なディズニーのお話かなって思います。はい、1987年1月のディズニーの、引き続き清掃部門の話なんですけど、
ディズニーの清掃ってディズニーランド行った時に昼間ニッコニコしながらお絵かきしながらやってる清掃しか私は見たことないし、めちゃくちゃ真剣な顔でなんかめちゃくちゃ下向きながらめちゃくちゃこの拭いてるもの見ながら掃除してる人って多分あんまり皆さん見たことないですかね。私は見たことないんですけど、しかも夜中の清掃って地面アスファルトに絵描いても見えなかったりするし、まあ、それはねディズニーだからライト照らしたりとかするんじゃないかなとかも思ったりするんですけど、夜のディズニーになんせ行ったことがないのでちょっとわかんないんですけど、この1987年の1月4日にシフトで入ってた夜の清掃員さんがなんとですねパーク内で寝てたらしいんですよ。リーダーのカナダさんが巡回してたら寝てたっていう、すごくないですか、ディズニーで、ね、寝るみたいな。なんかその、ま、いろいろ置いといて仕事中寝るとかはもちろんまあね やばいやつみたいな感じになると思うんですけど、ディズニーのしかもあんなギラギラした夜のあの中で寝ちゃうほど疲労と何ですかね、こう疲れとなんかもう掃除大丈夫や だろうみたいな気持ちになっちゃったのがやっぱカナダさんもびっくりで、多分本人もびっくりしてると思うんですよ。自分が寝て起きてめっちゃディズニーがワイワイなってるのやばくないですか。普通に目覚めた時にパンみたいになって、ミッキーおるとかやったらやばいですよね。でもなんか寝てたらしいんですよ。名前なんやったかい、この第2話のですね、誰さんやったかな、カナダさんが、あ、増田さんや、増田さんが寝てたらしいんですよ。増田さんね、50過ぎのおじさんだったみたいで、なんか馬の遊具なんでしたっけ、メリーゴーランドですかね。メリーゴーランドの、ディズニーのメリーゴーランドって90匹いるらしいんですよ。相当でかいじゃないですか。でも夜で閉園後だから、まあ、動いてないから、自分が多分、書いてはないんですけど、自分が多分、こう大きな円をこう一頭一頭回ってずーっと回ってきて、多分90匹吹き上げてると思うんですけど、1月4日ってなんか2月でもこんだけ寒いのに1月4日って相当寒いじゃないですか。でその中で制服着てバリ冷たい水に手突っ込んで馬をね、表情一つ変わらない馬たちを一匹一匹きれいに手で拭いて、でそれを自分の足で歩いて一周してって思ってたら眠くなったんでしょうね。寝ちゃったみたいで増田さんで、カナダさんが起こしてそう事情を聞いたらしいんですけど、もうこんな馬とか吹いて何になるんですかねみたいな感じの気持ちだったらしいんですよ、増田さん。でカナダはでもまあ、こんだけ寒いしで手もかじかんでて、で一周回ってでパーク内の清掃も同時進行してたから、そりゃ疲労もたまるし、で何より寒いじゃないですか、外だから、ディズニーランドって屋外だから寒すぎて、でしかも寝てたら多分死んじゃうかもしれないぐらい寒いじゃないですか。そんな中でも増田さんは一応一周頑張って終わって、でもなんか増田さん終わった後に、あ、終わった、綺麗になったとかじゃなくて、何になるんだこの清掃がって思ってたみたいなんですね。でカナダはなんか増田さんに、カナダさん、ディズニーランド来たことありますって聞いたらしいんです。それは増田さんは、いや、もうこんな馬になんかなんで金払わなきゃいけないんだ、もったいないみたいな気持ちだったんですらしそうなんですっていう回答だったんですよね。カナダさんから聞かれたその質問に対する答えがっていう風に、増田さんじゃあこれからどんな気持ちの変化が増田さんに現れるのかを来週は読んでいきたいと思います。はい、今週もお付き合いいただきありがとうございました。番組ではメール、コメント大募集してます。皆さんが読んだおすすめの本、今週の感想、賛否の声、何でも OK です。 YouTube ではコメント欄、 Spotify や、アップルポッドキャストの方は、詳細のメールアドレスにどしどし皆さんのお声を届けてください。インスタグラムは
NRS ラジオのアカウントがございますので、ユーザー名 NRS アンダーバー RADIO のアカウントまでぜひご連絡ください。来週も、ノーブックノーライフ目指してお送りします。本日もお相手はキホでした。ごきげんよう。